はい皆さんこんにちはレクセンに講師の赤木です、えー、それでは2019年予備試験、えー、論文分析会の商法民事訴訟法ですね、えー、この2科目について始めていきたいと思います、えー、とまあ、私の分析会ですね、えー、基本的なまあやり方についてはまあ年従来のね年度でもまあ同じようにやっておりますけれども現場でもし僕が解いたとしたらどういう思考を辿るかというねその思考過程を皆さんに提示するというそういったまあ一応分析会にしたいなというふうに思っておりますので一個一個の論点の解説とかねそういったところはもう端折ってですね、えー、どういった思考をやっていくかとまいうのをね 見せていいいきたいなという,ふうに思いますで実際にまあ僕があの初見でやったのと同じ思考をね、えー、ここでまあ番書等をするというような感じになりますのでまさによかったらね参考にしてもらえたらいいかなとは思いますはい、えー、早速ですけれども、商法からね見ていきたいなという,ふうに思いますがまあ、商法のこの問題ですね、えー、条文検索力がものを言ったかなというね、えー、そんな問題だろうという感じはしますまあいかにね普段から条文をしっかりと読んでるかっていうね、えー、読んでるかというよりは条文をちゃんと把握できているかというね、えー、そこが非常に大事になったのかなという,ふうに思います。ははい、えー、まずは商法の、えーと 問題設問からまず確認していきましょうか。質問1え、1から7を前提に。 取締役会決議の効力を争うためにデの立場で考えられる主張とその逃避というねこんな問いになっておりまして決議の効力争うというねこういった問題の時には基本的には不満を探すというねこういう視点で考えていきますデの立場で不満点これを探していきましてあとは条文の構成ができるかどうかとまあこういった視点でやっていくとおおむねねたどり着けるかなとは思いますはいただし取締役会決議の効力ですので原則として可視があれば無効特段の事情ある時には有効になるというねそういったま,あまずは枠組み というのが前提になりますけれどもまずは例の立場で不満を探すその上で不満を条文から構成できるかどうかと、まあ、これが問いの意地ではできたら、ね、同じだろうと思います、はいえー、続いて問いの2も同じですね、えー、株主総会決議の効力 え、これ否定するための定理の立場で考えられる章とその投票。ですので、もうこれもほぼね、831で決定ですよね。831の決議取り消しの訴え、これを起こす。で、その投票と書いてますけれども、まあ、訴訟要件と法案要件と両方ともとりあえずね、確認した上で、法案要件も 当事者の不満、デーの不満ですね。これに着目して構成していくという風なところが素直な発想なのかなとは思います。はい。ということで、まあ、どちらもデーが当事者、原告ですので、デーの立場で不満点探せ。これが探せないと、ちょっと問題からね、かなり乖離してしまうかなというふうに思います。はい。問題文、上から、当事者等ですね、時系列を把握していきたいと思いますが、はい。1番以下、期間構成とかもね、そういったところを拾っていきます。はい。え商法。やね。 1>, はいえー、1番のところで、まず、後者が出てきます。後、は、者、いえー、ですけれども、えー、輸入販売業の取締役設置会社、関西役設置会社。で、えー、譲渡制限付き。でも、えー、特別な生産、定款はないというね、えー、そういうことでして、非公開会社。ここがまずはわかります。続いて2番。えー、株式総数200株で,で、12月1日に創業者 A 休止するまでは A が100。妻が。 全株有志代表を務めるおっしゃが40、もうこの辺まで来たら、うわ相続関係来るかもというところを、ね、イメージしていただきまして、ここでもう、期間構成だけじゃなくて、もう一個、相続関係図ですね、これも書いておいたほうがいいということになるんでしょうね。で、A が100株、でこれが28年の12月に死亡です。はい、相続どうなったんかな。 といういところ気になりますでこの株式相続、もし遺言なかったら106の問題来るかもなという予測もここでもう立てておいた方がいいですね。2番のところで、ね、106派手なというねこういったところはあらかじめメモを入れておいてもらうと早くなると思います。はい、その後妻が出てきてで代表を務めて、オツ代表 B というねこんな形ですね。で、オツが40株持っていると。 こういうい形ですねその後 abc の子供が3人出てきまして cde ですねで c が 30d が 20e が10ということで。 今回原告になるべき D さん、もともと20株持ってるというね、えー、こういう形になるよということになりますね。はい。デーさんとしては、とりあえず200株中20持ってますので、当初から1割の株式ね、これを保有していたというね、それなりのまあ影響力のある株主だったということになります。はい。で、3番、定款役員3人以上の関西役1人以上、普通やなって感じですね。で、役員、関、え、西、ー、役の人気等は、これは10年以内。まあ、これも閉鎖会社なら一般的な条文ということで、あんまり気にしないでいいでしょう。はい。で、死亡直前までの期間構成ですが、 代表が A と C。で、取締役としては D と E。で、えー、その上で、えー、監査役が F。こういう形になっておりまして、はいえー、役員構成については特段変更なしで、まあ、A が死んでますので、ここにバッテン入れておきましょうか。はい、えー、死亡後4番。 え遺産分割協議の場において C がえー100株私が相続すると言ったら D が強く反対で遺産分割できずほうやっぱり来たという感じですね遺産分割協議できなかったということで106の権利行使者の定めなしっちゅうねこういうことになりますねはい「丸兼定めなし」 本文ということで200株のうちの100株が権利行使できない状態ということになります。というふうにね、えー、ずっと読んできたい、ねえー、く質問ありますけれども、まあ、あの定ないですね最後まで見るとね、えー、ない感じであります。はい、5番 えこの頃から C と D の対立、激しくなったということで、兄弟喧嘩会っていうね、そんな感じですね、兄弟喧嘩でお兄ちゃんと妹ですね、そういった形になっておりますけれども、ここで喧嘩が生じてきまして、C、独断で、はい、やらかしてやっていきますね、で、その後ですけれども、C、多額化して輸入販売業、行ったら多額の損失ということで、 はい、これが出てきた関係ででこのままで破綻するということでお母さんに訴えたというね、えー、こういう時に出てくるお母さんは大体こう、ね、トラブルメーカーだったりしますけれども、えー、とりあえずまあお話ししてですね、えー、お母さんに話すると、えー、やむをえないなということででが代わりに経営になるのやむをえないということでで支援これを決定することになりました。はい で具体的な支援の中身書いてませんがその後の6番でわかります6番31年4月22日おつ、えー、社、デが全株式有して代表取締役を務める弊社との間でおつ、えー、社を分割会社弊社を承継会社する九州分割を行いと、はい、でその際に何をやったかというとおつ、えー、社の有する株式を全部弊社に承継ということで 分割で承継していますね。この40課部分。この40課部分は、へ代表でに、会社分割で承継しています。はい、会社分割での承継は、一般承継、特これ、包括承継です。いいでしょうか、特定承継ではなくて、包括承継の形になります。 この辺りからややで、えー、細かめの知識が必要になってきますけれども、はいえー、6番の3行目以下ですけれども、えー、弊社は後者に対し名義書き換え請求したということで、まあ、名義書き換え請求ですね、えー、これしております、まあ、130条1項なんでしょうね名義書き換え請求130条あたりの関係が来るだろうと、はいえー、名義書き換えしなければ対抗できないというね、えー、それもあるし、えー、これ取得者からの請求なので133ということになるかな。 でこれに対して、後、え、者、ー、の反論ですけれども、厄介承認ないということで拒否したと、139条の承認ないよと、だから明治書き換え請求は不適法だと、こういうふうに言ってるんですね。で、シートで経営が、対立が激しくなったと。はいで ここで譲渡制限についての基礎知識がちょっと必要になってくるんですがあれというふうに感じた方は正しいです。譲渡制限の136条以下はは包括承継には適用しないというのが前提です。136条以下あくまでも譲渡特定承継。 これを予定した条文でして、百三十六条以下というのは、これは譲渡制限株式の包括証券には適用除外です。相続であったり、合併であったりとか、そういった一般証券には、一三九は使わないので、これ。この理屈っていうのは。不適用のはずなんですね。この百三十九条の主張というのは、これ不適用のはずです。 ってことはこれ、弊社の請求どうも明示書き換え本来認めるべきだったんじゃないかとなるといわゆる不当拒絶じゃないかというところが少し気になってきますがただ、そうは言っても133条の後に条文がいくつかね請求がありますので133条以下またこれ後ほど見ますけれどもあれ不当拒絶じゃないかというちょっとフラグがここは。 気になっていただいてもいいんじゃないかとは思います。はい、で令和元年になって7番ですね、えー、取締役会が出てきて CDEF が参加した、まあ、これは特に問題なさそうですね。で定例報告の後に、えー、決議事項として予定されていなかったでの取締役会の会員に目的する総会招集を提案したということで、この辺から、はいえー、元年5月9年、5月9日に、えー、と非贈呈事項ですね。 これの提案が出てで驚いたで激しく抵抗したが兄弟喧嘩ですけどねえ特別利害ということでで除外で C の決議と。 はい、これがなされたというのがこの取締役会決議になります。はい、ということで取締役会決議のまず瑕疵らしいものとして2つ例の不満から入ったら早いですね例の不満からするとそんなもともと上渡されてなかった議案をここで出すなんてというところがまず1個もともと取締役会決議の会議の目的に入ってなかった。 そう,いうね、そういった視点のまず不満ですよね、これがありますね、えー、もともと会議の目的外ではないのかというのと、もう1個、特別利害関係人じゃないのに除外された点で取締役としての議決権を侵されたというふうな構成がありうると。 はい、特別利害関係人3692項ですけれども、えー、1人、頭数ですね、えー、1人1議決権ということで369の、えー、1個ですね3691校議決に加わることのできる取締役のはずと、はい、とりあえず不満点はこういったところになると思います目的外の事項をいきなり決議することできないはず から特別利害じゃないので、1項の議決権を有するはずという点がこの例の不満で、これらを構成できるかどうかですね。例、まあの主張としてみたら、これらが取締役の可視であるとしてで、えー、と原則として無効となるで、かつ例外的に有効となる事情はないというね、えー、そういうふうなまず主張を考えていくということになります。はい、あとはこの問題の、まあ、不満点に対応する条文があるかどうかですけれども、取締役会においては、これ、目的外でも。 決議かですね、えー、こ取締役会においてはあらかじめ議題の提示というの、ね、は、えー、これは必要ないというね、招、えー、集通知の中で、えー、株主総会では必ず議題、これを出さなきゃいけない298299というのがありますけれども取締役会では招集通知の段階で議題、これは不要だということで、えー、非上帝事項でも新たに決議することはできるということでこれは税の主張執刀ということになるだろうと思いますし 369のノット2項をバット1項というねこの人ですがこれも特別利害の定義 はいまあ、この定義は皆さんご自身の定義を持ってるだろうと思いますので、えー、その定義に即してやっていただいたら結構です、ねえー、決議内容についての個人的利害であるとかあるいは忠実義務違反の恐れのある、ねえー、利害関係を言うとかねいろんな生定義ね、えー、これはえ教科書上出てるのはまあ存,、えー、存じておりますが、まあ、自分なりの定義を示して当てはめすると今回は で解任の総会なのでそれはデーさんは反対するに決まってるわなと公正なそのね職務の遂行というのは期待できない個人的利害関係ありということでこれは特別利害当たっちゃうかなというふうに思いますなのでまあ決議の瑕疵、この主張ですねいずれも執刀であるということでえ決議の無効の主張はできないということになるのかなとは思われます。はいえーなので まあ決議としては有効というね、そういう前提でいいんじゃないかなとは思います。はい、えー、決議としては有効と。はい、ということでまあ当事者の不満から入って条文の構成をする。 で条文の構成が一つ目はちょっとしにくいところではありませんが過去問で何度か出ている、ねえー、ところでありまして司法、まあ、試験の本体まで入れると結構、ね、えー、こういった目的外事項ができるかどうかという、ねえー、取締役会についてはもう、ね、休止以来、えー、それなりに出ているところでありまして、まあ、あの会議の目的外でも、ねえー、そこは決議できるという、ねえー、そこの主張はそんなに難しくなく、ね、構成できるのではないかなと思います。はい、ということで問いの位置はある意味サービス問題に近いのかなという、ねえー、そういった問題にはなってきます。ねえー、ここの2つのつ点 指摘ですね。さ、えー、ほど難しくはなかったろうというふうに思ったいところでね、えー、ここでちょっとミスっちゃった方は若干ちょっとね、えー、足を引っ張る、えー、リスクのあるね、失点になるかなと思います。はい。続いて、総会決議の歌所のところいきますが、8番以下、問題文続き見ていきます。えー、0番がね、5月10日、夜会決議基づいて、えー、20日、 の、えー、臨時総会こ、えー、これを招集したとということになっております、あ、一言言われ、言い忘れてましたけどもね、えー、取締役会決議で、えー、と総会の招集、一応日、非公開会社は1週間の会議でいいですからね、えー、とりあえず招集通知ね、えー、取締役会の日から、えー、株主総会の日まで1週間で足りるというね、えー、これがあるので、まあ、この10日という、ねえー、短さでも一応適法だという前提になりますんでね、えー、そこはまあ、1のところで書いても結構です。 10日短すぎるという主張があり得るけれども、これは短くないということで、総会の招集通知ですかね、298の条文とかね、この辺上げおいてもらったら、いいんじゃないかなと思います。二九九か、招集通知ね、299の括弧書きですかね、299の括弧書きで、非公開会社は1週間、それまでに招集通知発するっちゅうね、そういうふうになってますが、2 9 9以降から、とりあえず日が短いのは問題なしというふうに思ってください。はい、ちょっとすいません、前後しましたが、その後、 5月の20日あその前でごめんなさい5月10日オツ CDE に通知とこうなってましてねこれでから見たら文句タラタラですよねなんでオツに言ってんねんお母ちゃんもう売ったやないかというところでねお母ちゃんもうすでに売ったある私が株主のはずということでここはまず不満タラタラになってくるはずです 次20日総会でですけども CDE 出席席 B は欠席してま,すまあここの B の欠席自体は D としてはまあそれはそう別に何の問題もないということになるのかなと思うんですがその後はい、えー、定款の定めで C が議長 D 解任議案について CE 賛成の D 反対で D としたら、えー、弊社 が分割取得者40株も反対の行使をしたんですけれどもこれを認めなかったということでここデーからすると不満たらたらなはずですね。弊社分の40株これの利決権行使認められなかったらおかしいじゃないかと。 株主なのに利欠権行使認めなかったおかしいだろうというふうに言いたいはずですねでさらにその後行使されたうちの60株のうちの40の賛成で可決というところでもともと200株あるんですよ200株ある株式のうちのこんだけの賛成でえい,いのかというところは 気にはなるはずだししかも兵として見たら自分は反対したはずなので仮に百科部分しゃがらないとしても百分の六十が反対あったんじゃないのとここも言いたくなるはずなんですよねからデの不満から出発していくと可視が実は三つは見つかってくるはずなんですはい、でこれで決議の効力どうなんだと はい、831の1項1号におそらくなってくると思います。決議取り消しの訴え。出訴期間3ヶ月、これはまあ大丈夫だろうという前提でいくと、株主に当たるか、株主もともと当たるんでね、D、でで、えー、特に問題なしということで、出訴期間原告適格 OK、訴訟要件 OK というのはまず確認した上で、本案要件ですね、831の1項1号、はい、招集通知のこれ、へになしですね。 招集手続きの法令違反を言いたくなるよねと株主なのに招集通知が送られてないということで2981項違反というのが言えないか299かごめんなさい299の1項ですね、えー、株主に招集通知と株主に当たるかどうか。 でこの株主については会社法上はまずは名簿上の株主これを想定しているんですね名簿上の株主126だったかな、えー、126名簿上の株主そうですね、えー、会社に対する通知は名簿に記載記録されたものに対して発すれば足りるというところがありますけれども例の主張としては不当拒絶だから兵こそが株主だとこういう主張が出てくるはずなんですね。 うん、はい、兵こそが株主と。 はい、こういう主張ができるかどうかということでさあ不当拒絶に当たるかどうか133条以下ですね、はいえー、これの検討をここでやっていかないと仕方がないなというところになってきます、はいえー、133条があるんですがこれ134も含めると一瞬ちょっと混乱をしますまず133条1項から確認しますと、えー、133条の1項株式取得した、えーかえー、ごめんなさい株式を当該株式発行した株式会社以外のものから取得したものは、えー、当該株式会社に対し えー、名簿に記載記録することを請求することができるということで名義書き換え請求できるというのが133の1項ですただ取得者からの請求については2項で利害関係の利益に害する恐れのないものとして法務省で定める場合除き、えー、名簿に記載記録されたものと共同してしなければならないとこうなってまして2項法務省で定める場合というのをまあ検討する必要は出てきますで本件では施行規則の22条の1項3号というのがありますので、えー、22条の1項3号も規則で確認していただきますと 規則の222条の1項の3号かな、あじゃ四4号、ごめんなさい、四号です。株式取得者が一般証券により取得した場合、一般証券を称する書面その他、資料を提供して請求したときということで、規則22条1項4号の 資料があれば適法な請求です資料があるかどうかは本文でははっきりしてませんなのでちょっと場合分け的な書き方にせざるを得ないかなという感じがしますが22条の一項4号からすると資料あれば適法な請求です要は今回ただ会社分割を称する書面ですよね会社分割称する書面これを提示してやったんであればこれは適法な請求というふうに扱っていくべきものにはなっていきます ただちょっとややこしいのは134もあるんでねちょっとこのあたりも条文の読み方注意はありますが134全条の規定は株式取得者が取得した株式譲渡制限になるときには適用しないって書いててえ百133使わないのかと思いきや4号です。当が株式取得者が相続その他一般証券より譲渡制限株式を取得したものであることということで134の4号があるので一応133使っていいとこうなりますんでね。があるので まあ条文操作としてはこういう形ですね、えー、譲渡制限株式で一般承継という株、えー、会社分割ではあるけれども、えー、譲り受けに、えー、取得者からの請求はできるでその際には資料の提示があれば適法な名義書き換え請求になるとなので139を理由に拒否することは不適法であるとなぜならば139は会社分割等の一般承継には適用しないからだと。 なのでこれ不当拒絶だという前提で書くことは十分できる、ねえー、問題にはなっています、はい、で仮に不当拒絶、まあ、ここ資料があったかどうかこれ本文で書いてないので資料なければ正しい拒絶資料があれば不当拒絶と,ということでちょっとここは分かれてきますけども仮に資料があった場合には1261項の通知にもかかわらず兵こそが株主だ不当拒絶の場合には取得者こそ株主として扱うべきと。 いうことになりますので通知漏れこれは法令違反ということになりますただし裁量規格の問題までいくと今回弊社代表で 出てきてますんで、弊社代表で出てきてますので、仮に歌詞があってもですね、この通知の献血、重要な献血にはなってないし、決議にも影響しない、弊さん出てきてちゃんと、決議反対言ってるんで、一応8312項の裁量棄却の対象にはなりうるねえ形にはなるかなということで、ちょっと前座のところしっかり頑張ったものの、ちょっと裁量棄却の対象にはなりうるよというところは最後出てくるかとは思います。はい、まだまだあります。次。 電車分の行使、認めなかった点が可視かどうかでここは309条1項違反になりうるところですね。まあ、39条1項だけじゃなくて341も上げておいたほうがいいか、341、はいえー、議決権行使することができる株主の議決権の過半数。 有する株主が出席し出席した株主の議決権の過半数を持って行うというふうになっているのでね、えー、341せよ、309にせよ、どちらにせよ、ね、議決権にへ加えるべきということになりますね。えー、議決権加えるべき議決権行使できるなのに議決権を認めなかったということであこれ341、ね、いくよりも308でもいいかな。でででもいいでしょう 議決権有するのに議決権行使認めなかったということで決議方法の法令違反ですかね株主は1個の議決権有するね株主 D は弊社代表として議決権有するなので議決権認めなかったということで決議方法の法令違反これはこっちで言った方がスムーズに説明できるかもしれませんね。 低速数のところすぐ下のところで扱うことになるので低速数のところすぐ下のね、えー、こちらでもまあ構成できるので、まあ、308条1項違反の法令違反というね、えー、こういう構成がいいかなという気はしますちょっとここは、まあ、いろんな法,法律構成の説明の仕方ね、えー、いろんな説明の仕方ありえると思いますので、まあ、それに、えー、絶対感というねそういうつもりで言ってるつもりはありませんのでね、えー、とにかく308なし309に絡めて議論するというね、えー、そこが最低限だろうと思います、はい、あとは決議方法の法令違反これ過半数ね 入れたら100分の60の反対ですからね。はい341、え議、ー、決権行使することができる株主の議決権過半数、有する株主が出席ということで、まず、定速数100になることね、これは説明がいりますね。 相続株式が除かれるという説明ねここでまず1点定足数上限100ということになりますその上で反対株主はっとデとデが代表したあゃあデーが代表した平ですね、えー、この60株が反対なので100分の60反対従って否決なのに可決したっちゅうことで341違反というふうに言うことはできるかなとは思いますね。 341でいいで、ね、違反、3901個違反、まあ、そういうことで普通決議成立してないのに成立したという,、ね、えそう,いう形になっているのでこれも決議方法の法令違反ということで、可視に当たると、はいで、これも2つとも、ね、308の可視にせよ、この定足数議決要件の可視ですけれども、どちらも結論ひっくり返りますので、ね、え重大な可視になりますね。え決議に影響を及ぼすししかもとしてもとて重大 とということで裁量規格の対象にはならないというところも結論付けられるかなとは思います。 はい。ということで、ちょっとね、えー、皆さんの手元にあるレジュメですね。えー、まあ、合格者の方が書かれたというね、えー、そういうもののようではあるんですけれども、そことはちょっと構成が若干私違います。えー、構成若干違いますが。まあ、どこが違いますかちょっと問いの位置はほぼ一緒なんですけれども、えー、4ページから5ページにかけてですね、えー、下の方、まあ、定速数の100のところをね、えー、一応入れてるのはまあそこは一緒ではあるんですが、2についてのところですね。えー、2についてのところで、えっ、ー、と、譲渡制限かかるという方向で書いてます。 えーと5ページの括弧の2ですけどね、えー、会社分割でも譲渡制限の対象だという前提で括弧の2に書いてますで、これは実を言うと実務的には解釈に対立あるところです、えー、実際のところね、一般承継に合併とか会社分割を含むというふうに一応は、えー、受験レベルでは学習しますけれども、そうじゃない解釈でも実はありまして、会社分割でも譲渡制限がかかると、こうすると不当受けじゃなくなるんですね。 で不当調整じゃなくなるとなると、えー、これは、えー、と法令違反がここは欠けてくるということになってきて、えー、ここを書くのはもちろんありではありですね。えー、会社分割でも譲渡制限の対象だ というふうな理屈を5ページの括弧の2のところで書いてますが、まあ、ここもまあ理屈としては成り立つかなというね、そういう気がしています。出題趣旨と合致するかどうかは別としてね、そこは何とも言いませんが、理屈としてはこれね、十分成り立ち得るところで、実際のところ会社分割というのは、えー、包括証券なの本当にっていうね、そういう,ような問題意識はあるところで、そこは通常の譲渡と、ね、同じように株式会社分割についても譲渡制限の対象とするべきだと。 こういう解釈も、ね、成り立つところでありまして、まあ、こういった筋もまあないわけじゃないかなという,、ね、そう,いう気はしています。はい、ただ、私どっちかというと条文から素直にいくと不当拒絶じゃんというところは、ね、説明しやすいところなので、ね、不当拒絶を前提に進めていくと、まあ、こういった理屈で、ね、定速数のみならず3 0八条違反、そういったところまで帰結できて、ね、1分の60の反対というところまでまあ出てくるというね。ただしまあここは 上と名義書き換えについて資料の提示があった場合という、ね、そういう前提的ですよね。資料の提示があればこの主張が可能だと資料の提示のない募集株式の名義書き換え請求になってくるとこれはちょっと逆方向になっていくかなというふうに思われます。はい、ということでまあちょっと、ね、いろいろ考えた結果、まあ、なかなか、ねえー、難しい問題でありますけれども条文さえ、ね、ある程度こうパパパッと、ね、出てくると本当に早く、ね、構成が終わるのかなと思います、はい、論点から入ら入ないことです。 不満から入ることです。大事なのはそれぞれの不満。なんで兵に送んねん。私が株主やないかという構成ね。それを言うためには、明示化機械のところがまあ鍵になってくるので、明示化機会がないということが支障にならないということを言っていく。そのために133、134あたりが鍵になるなと。こういう論点からいくんじゃないですね。 結論、言いたい、主張から入っていって、それを条文構成していくというね、この順番じゃないと、会社法では条文の漏らしをね、してしまうかなと。あと、変な条文拾う可能性が出てきますね。えー、106条の今回、正し書きとか絶対拾っちゃダメですね。えー、106条の正し書き、会社が認めた場合とか関係ないですからね、えー。本件ではそういうのは本件ないのでね、106条正し書き、論点だそこに飛びついたらもう絶対に大ミスね、えー、かましてしまうことになるかなと思いますので、論点じゃない。 聞かれているのは条文操作不満からちゃんと主張を構成してじゃあ条文の、えー、解釈が成り立つかどうか、ね、条文が適用できているかどうかというのを、ね、ちゃんと、えー、考えるようにしてください。はい、2つ目の不満、ね、なんで弊社分認められなかったのと、弊社も株主として認めるべきだ、これは308条のお話だということで、株主にこれが当たるかどうか、まあ、同じですね、上のところと同じ問題になっていきます。はい、続いて、定速数のところですね。定則数が 60分の40になっているけども本当にいいのかと、ねえー、そういったところですけども、はいえー、100株は除かれるのは仕方がないけれども残り100は来てんじゃんというところですね、えー、40、3十、えー、10、20かな、えー、全部来てるじゃないかでそのうちの60反対じゃないかということで秘決だと。 いうふうに主張していく。はい。えー、そんなところで当事者の主張から入ったらね、えー、かなり早く構成が終わるかなというね。え構成と同時にほぼね、えー、答案もこのまま書いていけるというね、えー、そういう形になるんではないかなとは思われます。はい。商法以上にしときましょうか。はい。これに比べると民相は少し まだやりやすかったんじゃないかなというね、えー、そういう気がしておりますが、はいえー、次、民訴の方に入っていきましょう。で民訴ですが、これ、結論を左右する原理原則なんやねんというね、えー、この発想がないと、ちょっとこの問題、しっくるね、えー、可能性が若干あります。はい、えー、結論を左右する原理原則っていうね、えー、そういう発想はちょっと持っといた方がいいでしょう。はい、民訴、はいえー、問いが長いので、上からいきます。はい、えー、問いが長いときに、もう本文からいった方が早いですね。で、Y が出てきまして、公土地を所有。 X1 自宅兼店舗建てたいということで買いたかったで娘婿かなこれね、えー、娘の夫で事,務事業を引き継がせるとしていた X1 これに相談して共同購入とで Y 社代表 B と交渉して代金を払ったが投機を進めてこないということなので はい、登記請求の訴えを起ここしたとこんなな関係になっております X1、はい、X22 人が売買契約に基づく移転登記の請求です、ね。登記請求の根拠は所有権に基づくじゃなくて売買契約に基づくです。はい、で問いの1、訴え提言に際し体調が優れない方で X2 に任せた。でもっぱら X2 が L に任せていたとところ、X1、 訴状を送達する前に休止、はい。訴状を送達前、休止。これは要は訴訟継続前、こういう意味ですね、訴訟継続前に休止という状態になっちゃいました。はい、でしばらくは X1、えー、の死亡の事実を伏せていったところ、争点整理終了資格になって Y が知るところになって、はい、Y の主張、X1 死亡理由に、本件訴え却下と、こう主張しています。で、これに対して、X2 はどう対応しましょうと。 X2 どう対処しようも何も Y の主張をまず的確に把握するところから出発しないとしゃあないですね、えー。Y の主張の意味するところは一体何なのかというところが正確に判断できないと反論もあっち向いてほいというね、えー、そういう可能性が出てくるんでね、えー、まずはこの Y の主張を的確に判断判別できるようにしておきましょう。はい、y の言いたいのは訴えそのものが却下と言ってるんですね。つまり 訴え全体が訴訟要件書くなぜかというと X1 死亡だからとこう言ってんですね訴え全体が X1 死亡で訴訟要件書く比較しましょうか X1 にかかる訴えだけ却下じゃないんですね 全体却下当事者1人かかけたから却下これ何かっちゅうと全員が当事者ないと的確確というこういう必要的共同訴訟だというこういう主張になってきます。こういう必要的共同訴訟なのに当事者の一人が死んでた参加してないので全体却下だとこういうものがまあ素直かなという感じはします。 X1 の訴えのみ却下だったららわかるかるね X1 のの訴えのみに却下だったら2当事者対立を書くというねこういう意味になってくるのかなと思うんですが今回そうじゃなくて訴え全部が却下だから当事者1人かけたから全体不適法これは当事者1人かけたからアウトという当事者で企画献血というねこういう主張だろうと。 といいいうふうううふに判断してください、はい、そういうことでまずはこういう必要的共同訴訟に当たるかどうかという、ねえー、ここの判断が求められてきまして、まあ、ここは皆さん、自説自分で持っていると思います実態法的な観点のみから説明するのか訴訟法的政策観点も入れるかどうかというところになってきますがどっちにせよ実態法的管理処分権が帰属がどうなっているかと、はい、これ、訴訟物について判断してください。 訴訟物は売買契約に基づく移転登記請求権です。売買契約に基づく移転登記請求権で今回 X1、X2、二人になってますね。移転登記求めるというものは性質上不可分ですので不可分債権だというところから考えなきゃいけません。民法428不可分債権です。そうなると まあ確認しなくても分かるという方は確認しなくて結構ですけれども、428条、ですね、改正前民法、ですねえ改正前民法、今年最後ですけれども、改正前の428八を確認しますと、各債権者、すべての債権者のために履行請求しって書いてあるんでね、各債権者、全債権者のために履行請求できる、つまり各人が全部の処分権限を持つということを意味していますので、 実体法的観点からは単独行使可能です不可分債権ですね四百二十八。単独行使実体法上できるものです不可分債権なので X1 単体で訴えてもいい X2 単体で訴えてもいいというふうになるのが実体法的な当てはめですこの観点からはこういう必要的ではないと ということで通常共同だとこういう結論で いいかなと思います。まあ私は実態法的観点のみから判断というね、そういう立場で一応考えておりますので、えー、基本的には実態法的観点であかんかったらね、訴訟法的観点いくらぐちゃぐちゃ言ってもしゃらないだろうという感じで思ってますね。えー、訴訟法的観点は当てはめもしにくいしね、えー、まあ当てはめしにくいイコール、えー、変なことを書くリスクというね、えー、それがあるので僕はあまり訴訟法的観点入れるというね、えー、そういう論,、えー、論述ですね、あまりしないというね、えー、そういう方向でずっとね、やってきております。まあ通常共同訴訟。基本的には実態法的観点からね、こういう必要的かどうかを判別する。 実態法的観点からすると単独行使できる不可分債権にせよ不可分債務にせよ通常共同訴訟になるのが原則でありましてね、えー、ここは通常共同でいこうとそうすると本件訴え却下というのはこれはないと、はい、本件の訴えは X1 の訴えと X2 の訴えの2つが 単にに一緒になっただけの通常共同訴訟ですそうなると x1 が死亡したというところでこれは2当事者対立格とまあここはいわゆるね、えー、死者を、ね、当事者とする訴訟というね、えー、それの話のまんまに、ね、なってきまして、まあ、前提として 訴状の記載によって当事者を決定するというふうな問題をまず説明した上でその上で訴状の記載化すると X1、2どちらも原告だで X1 と Y の訴訟においては2当事者対立を書いているので X1、Y の訴訟については却下とこうなるのが原則だと、はい、これに対してどう対処するかですが X1 としてみたらまあ,あじゃあ X2 か。まあ、X1 の部分が却下されても 移転登記の請求自体求められるんでね。まあ、ほっとくっていうのも一つの方法です。<laughs> ほっとくっていうのも一つの方法にはなってくるんですけれども、まあ、X2 としてみたら、X1 の意思もあるし、やはり X1 の相続分というのも、やっぱり合わせてね、えー、訴えにした方がいいだろうと。ただし、死んだけれども、124は直接使えないんですね、今回ね。えー、死亡したけれども、当然承継ではない。まあ、124の、類推。 なぜかっていうと、まあ、訴えは起こしたけれども訴状を相達前の休止なので、まあ、ここは有名なお話ですね潜在的な訴訟継続あり、はい、こういうことになるんじゃないかなと思われます。はい、従いまして、えー、とりあえず、X、としてみたら潜在的訴訟継続があった 当然承継があったということで原告 X1 については相続人が当初から当事者であったという主張をすれば足りるとこういう形になるのかなと思われますね、えー、相続人が当事者であったね、えー、まあ訴状の補正ですね、えー、これをすればいいんだと、まあ、こういうふうな、ね、説明ができたらまあいいんじゃないかなというねそういう気がしますはいえー、ここはまあ こういう必要的という筋で行く立場もまあ,あり得るのでねこういう必要的という立場でもしやるのであれば、えー、これは全く筋が変わってきますんでね、えー、こういう必要的だね実態法的観点はまあいいとして訴訟法的観点からこういう必要的にするべきだみたいなね、えー、そんな論述でまあ突き通した方はこういう必要的であれば全体訴え却下になるのが原則とこうなっちゃいますで全体却下になるのを避けようと思うと当事者ですね、えー、X1 の相続人が 当然承継してたんだというね。えー、そういう説明しないといけない。ここの後半は一緒です。まあ、XR の部分のみ却下という、ここだけがね、えー、不要になってきます。けれども、まあ、百二十四度累推に減及。行かなきゃいけないのは同じというね。えー、そういうところではあるかと思います。はい、えー、筋は、まあ、一応二通りあり得るので、まあ、どちらでもいいんじゃないかなと思いますが、えー、ここはね。えー 少なくとも実体法的観点のこの428の当てはめは間違いないというね、えー、実体法的観点の説明はちゃんとね、えー、条文から実体法の条文からやるというところは心がけた方がいいかなとは思いますはいさて、えー、続きがありまして問題文1の事実は無視せよというねおいって感じですね、えー、ここまで検討してからね、えー、ここの検討したものをど飛ばせっちいうね、えー、なかなか酷な問題でありますがはい、えー、ちょっと問題変わってはい、えー、民訴続き 本件の訴え。はい。どんな訴えでしたかちょっと X1、X2 の売買契約に基づく登記請求です。はい。えー、これが前訴前訴と来たのできっと誤訴がある。誤訴があるイコール規範力が来る。とね。えー、こういう形でも読みとしては、これ規範力来るなというふうに予測を立ててください。で、えー、その後唯一の争点で売買の成否が争われたと。 で裁判所、X らの主張を認めて、X の請求全部任用する判決を言い渡したと。<laughs> 任用、なぜですか、請求原因ありですね。はいまあ、請求原因事実も書いておきますが、X1、X2 と Y との間の売買契約、これがあったというね、えー、こういう認定がされて、請求任用判決が下っております。はい、ところが ししかし以下 B 前奏の高等病院の終結前に高土地について処分禁止の仮処分されてないことを既可として強制執行を免る目的で息子 Z と通謀し Y から Z 贈与,移転登記、A、贈与を原因とする贈与で移転登記したと、はい。こうなっております。 で確定後に知ったと、で X らは YZ の贈与契約、虚偽表示だと主張し、はい、この売買、贈与ですね、94条1項の対象じゃないかというこういう主張をしておりまして、で、A、Z に対し誤送提起。 五、はい、層は所有権に基づくになってるかな、えー、所有権に基づく、まあ、消等規請求、まあ、移転等規請求、はい、これをやっております、はいえー。で、Z は Y と同じことを言っております。売買不成立と、こう言っておりますが、はいえー、Z の主張ですね。 はい、こんなことを言っておりまして。はい、問いのに、えー、X らは Z の主張全素判決によって排斥されるべきと考えている。で、X1 らの立場から Z の主張を排斥する理論構成を展開しなさい。ただし、審議則と総転校に触れなくてよい。というね、えー、そういう話になっておりまして、まあ、規範力で説明せよということです。いいですかね。規範力でなんとか説明せよ。というね、えー、こういう話を言ってやると、こう思ってください。はい、で、規範力で説明せよ。 とということで、えー、今回、当事者が違うというところね、ねこれをまずどうするかというところが一番の鍵ですね、えー。規範力で説明しようにも当事者が違うということで、115の1項1号から4号ですね、えー、この要件、どないしたらいいというのが一番の鍵になってきますね。はいえー、あくまでも、この前訴判決というのは、115の1項1号からすると、Y は拘束します。 2号3号の適用はありません。終結前だから。で、4号の所持者でもないので、原則として、及ばないというふうになりそうです。できたら、この原則論を書いておいた方がが、きれいだろうという気がしますね。原則として、11号1号の1号から4号の適用からすると、これは及ばないとなりそうだと。はい、ただまあ、これは有名な話ですね。虚偽表示 何だ独自の利益を有しないということで115の1項4号の類推ですねえ4号の趣旨独自の利益を有しないものについてえ4号独自の手続き保証不要ということで規範力を拡張しようこういう趣旨ですのでえ今回虚偽表示で贈与を受けたとなってくる Z は独自の利益を有しないということで1154号の類推ですねえこれで規範力が及ぶと。 ただし規範力を読んだだけでは主張が排斥までつながらないんでね、そこのもう一段の説明をしてください規範力を及ぶイコールどういうことか効果としては作用するんですね裁判所、誤訴裁判所に対して前訴判決と異なる判断できないのと 誤審の当事者に対して前祖判断と矛盾する主張・立証これを封ずるこういう拘束力が生じると。ここを説明しないと誤審の主張の排斥効果が出てきませんからねえあくまでも規範力 の要件検討しただけで終わっちゃダメ、ねえー、効果の説明までちゃんとしといてください。効果としては当事者にこれ遮断行ですね。えー、前訴判断と矛盾する主張立証を封ずる前訴判断は x 1の場合に対する売買,代金、えーえー、売買契約も除く登記請求ありなわけでね。売買不成立との判断、えー、主張ですね。えー、これは前訴の判断と矛盾する主張になりますよね。えー、売買不成立という主張は前訴の 売買に基づく登記請求権ありという判断と矛盾する主張というところになってくるのでこれで封じることが可能だと。はい売買不成立ならば前訴の登記請求なしこれを否決することになるので。 矛盾すするとということになりますね、まあ、基準時前の事情に関する、ね、矛盾する主張を封ずるということで今回は基準時前の矛盾する主張ということでシャットアウトすることになると基準時後の新事情のみを Z は主張することが可能となるとこういう、ね、前提で考えていただくといいかと思います。はい え客観的要件のところはまあ触れなくていいのかなというね、えー、そんな感じはしますけれどもね、えー、客観的要件のところはまあ触れたきゃ触れとったらいいんじゃないかなってね、えー、前層の訴訟物と後層の訴訟物ですね、同一、矛盾、先決関係ですね、えー、これにあるときにまあ一応認められるっちゅうね、えー、そこがまあ一応ね、えー、ありますけれども、まあ客観的要件のところはまあ触れなくても本件はね、えー、一応できるかなというね、なんて言ったら書くことが多いんでね、えー、前半からしてくると書くことが多いので、最低限1 1 5 1項4号の類推論、うん それから規範力の効果論ですね、えー、ここの言及というのはまあ絶対にいるかなというふうに思いますけれども11条の1項のまあ検討についてはまあここね、えー、時間の兼ね合いで端折るっていうね、えー、そういうところはまあ,あり得るかなというね、えー、そういう気はしておりますはい、えー、前奏一応規範力、えー、訴訟物同士の関係もまあ確認はしておいていただいてもいいかなと思います 所有権に基づく登記請求こちらは売買契約に基づく登記請求形式的には別個です前の権利が後ろの権利の前提という関係もんという感じはするし矛盾関係でもないと言えそうですがこの所有権売買に基づく登記請求は実質 所有権に基づく登記請求というのと実質同じですんでねイコール前訴こその訴訟物は実質的に同一だと、まあ、当事者こそ違えど、ね、移転登記請求求求める登記名義人に登記請求求求めるという点での訴訟物だけに着目すると同一のものだと。 まあないしは、Y に対する統治請求認められることが前提になれば、Z に対する統治請求認められるという意味では、先決関係だという説明をしていただいても結構かなと思いますけれども、そこは、まあ書いてもいいし、書かなくてもいいしという感じじゃないかなというね、そういう感じはしております。まあ最後のところは、加点なのか、ちょっとね、四字記載になるんじゃないかな。今度は、今回の問題ですね、あくまでも問いのにですね、当事者が違うっていうね、そこをまあ説明せよという感じに、まあまずはね、読めていくところで、そこがまずきちんと書けているところ、で、かつ、 そこの規範力115が及ぶという要件論を検討しただけではね、効果論の説明足りてませんからね、えー、効果論の説明までちゃんとしてようやく完成というね、えー、そういうところになるのかなと思います。はい。まあ、規範力の問題についてはね、えー、私の講座の中では規範力の要件論と効果論というね、えー、そういう形でビシッと分けるというところはね、ずっと言っているところでありまして、<laughs> 規範力の要件論114の1項2項、115の1項でありますけども、114の話は前祖の訴訟物と後祖の訴訟物、えー、これの同一矛盾専決関係のまず判断ですね、えー、1 1四の二 であれば前窓の反対再建と後窓窒生物との間の同一矛盾煎決関係というね、えー、そんな感じでまず議論しろよというね、えー、で主観的範囲のところは115の 1, 1号から5号4号でありますけれどもまあ前窓の当事者 五層の当事者、ねえー。これを見て、115の1項、1号から4号の関係あるかどうかって、ね。これが要件論ですね。規範力が作用する要件論というね、えー、そういう分類をしておきましょうと、まああの。今回のところはそういった発想あればね、要件論で終わっちゃまずいなっていうね、気づくと思います。要件論だけで終わったら、あれ、中途半端だなっていうね、えー、そういう感じになると思いますので、効果論までちゃんと説明はするというね、えー、こういうところをまあ心がけておいた方がいいかなと思います。はい。ということで、まあ、問題自体は、まあ、それなりの難易度かなという、ねえー、感じがしますが、 回答を出せななくはないね最後までまあ出すのは、まあ、そんなに難しい難しくてもうどうしようもないっていうねそこまでの問題じゃないかなというね、えー、そこに、えー、行き着くのに、まあ、ある程度基本的なところがねしっかりとできていればおのずとね答えはたどり着きやすいそういった問題ではなかったかなという気がしてますが、まああのー、何度も言うんですがこういう必要的共同訴訟をねちゃんと訴訟物から言ってくださいね、えー、こういう必要的共同訴訟か否か訴訟物の実態法的観点ねここの判断をしない人が多分多いだろうというね、えー、他の予備校のね答、えー、答案案等ね、えー、予備校の答案とは今 ね、他の予備校出身の、ねえー、受講生の答案とか見てる限りにおいてね、えー、どうもこの訴訟物についての判断を怠ってるね、えー、そういう受験生、非常に多いですので、えー、ここはちゃんとやる、聞かれなくてもやるっていうね、えー、そういう感じでちゃんとね、えー、やるようにしていってください,、はい。ということで、まあ、一応、私からの、ねえー、解説については以上でおしまいになります。えー、最後ままででごご聴どどうううももありりがとうございししたた、えー、本日の講義はこれれ終わりますどうもお疲れ様でした